はい、高順です。さあ今日はね、僕がテクニカのレッスンの中でいつもやってる内容をね、皆さんと一緒にレッスンしたいと思います。まあいろんな、今までにいろんな動画を上げてきましたけど、それら一切合切大事なパートをね、盛り込んだ内容になってるんで、ぜひね、練習メニューに付け加えてくださいね。もう、なんて言うんだろう、体重移動だったり、ねじりの美学だったり、ね、あと、もうこのマルカールの大事なところだったりね、いろんな重要なポイントがもう散りばめられてますからね。はい、ぜひぜひ、日常の中に使ってみてください。はい、では早速参りましょう。はい、ではステップの説明をしていきますね。大きく分けて、まあ3つですね、3つのパート。まずねじりのパート、それから体重移動のパート、そしてマルカールのパート、大きく3つです。最初はですね、ねじりを4回いきます。最初どっちの足もでもいいんですけど、こう互い違いにこう置いて、はい、膝を緩める。そして下腹締めてねじったパ、体をねじって腕を巻きつけておきます。この巻きつけた状態から、はい、ねじって足を出す1回、そして巻きつけて2回、3回、4回、はい、ねじりを4回いきます。4回いったら次、後ろの足の前に前足をセットして、はい、今度体重移動です。体重移動は、はい、後ろの足を前に出しながら前にぎゅーっと、腰の高さは床と平行に、で前に行ったら今度戻ってきます。戻るとき戻りながら手と足をぐるーっと軸足の後ろ、はい、前の手は、降りてきた手は体の前に、そして後ろ側の手をねじって、これねじりのポジションを作ります。で後ろ足に体重を乗っけて、ここからねじり返し、トン、ここに入ります。ねじり返しですね。またねじりが出てきました。そしたら、はい、この出した足を後ろの軸足の後ろに入れます。後ろに置いてその方向にブエルタ行きます。ブエルタでシュッで正面に戻ってきます。はい、この体重移動が終わったら今度はマルカールになります。正面向きのマルカール。後ろ足から斜め前に出して、はい、まず一つ目のマルカールがこれですね。片手が円のブラスで降りてきます。次は2種類目のブラスは、両手で出した、斜め前に出した腰側に下ろしてきます。胃腸腹いきます。3種類目のマルカールです。今度は中から下ろして外に上がっていきます。中から下ろして外に上がっていく。そうで、これでマルカール終わりです。マルカールが終わったら、最後のこの出した足を持ち上げて、はい、軸足の裏側斜めにスッと足を遠くに出します。出したら今度キレキレの腰を使って、骨盤でつま先の向きを変えて、トン、向きをまず真裏に変えます。変えたら次はつま先を正面に向けながら方向チェンジして、引っ張り上げてストレッチです。気持ちよく伸びて伸びて伸びて、最後はリラックス、大きくリラックス。はい、こんな感じです。
はい、今度はねじりの、注意点、ね、注意すべきポイントをあの説明していきますね。いろいろあるんですけど、まずね、つま先互い違いにこう向きながら、ふっと骨盤を立てて、ね、で、下腹をぐっと支えて胸はリラックス。もうこの、まず、あのポジションを必ず作ってくださいね。で、ねじりに対して大事なことは、骨盤が動いて上半身を導いていく。で、骨盤っていうのはつま先の向きに行ったらもうそれ以上行かなくなりますから、そしたらそこからさらにもう一発上半身を今度はひねっていく。これでねじりの動きを作っていくわけです。ね。骨盤、だからね、骨盤の動きがすごく大事ですよって話。ね、骨盤動く、上半身持っていく。はい。で、足を今度は軸足を作ったら足を出していく。ピュッ。で、ここで大事なことは、足を出すときに骨盤を持っていかないことですね。ヒュッ、出した足に 腰を取られない、骨盤を取られない、これすごく大事です。ここからうっ、で足をスッと出す、はいね、この骨盤の動きが大事だということで、あの傾けないようにね、お尻を引いちゃうとダメですよ。こういってこうねじろうとして、こう上半身が前につんのめるとお尻引けちゃいますから、横から見るとね、こうねじろうねじろうとしてキューッと骨盤がこういうふうに前傾してるとお尻が出ちゃいますからね、もうへっぴり腰にならないように気をつけてください、ね、骨盤のはいつも立ってる状態ですね。それをちょっとイメージしてくださいね。で、このねじりでもう一つ大事なことは、ブラスですね。ブラスはね、ボディが二の腕を運んでいく、ね、手をこう動かそうとしないでくださいね。ボディがそのままブラスを運んでいく。ボディがブラスを運ぶ、はい、イメージは肘がシュッとこう正面の壁にシュッと横一直線で線を描く、そんなイメージですね。ここから骨盤が行く、ボディが行く、そしてこのボディがこの肘をシュッと導くように、はい、ね、で、ねじろうねじろうとして背中丸まらないように、肩で持っていかないように、そこは注意ですね。注意ポイント、ふっ、はい、で、今度逆に帰るときに、ここも足を運ぶんではなくて、骨盤が糸巻きのように足を導く。だから最初に起動するのは骨盤ですね。骨盤、ボディ、そして足をギュッ、糸巻きのように、そして体重移動したら、はい、腰取られないようにスッと出す。これの繰り返しですね。はい。だからこう、なんか末端、手と足を出そう、突っ込もうとすると、ね、この軸の動きではなくて、手と足、末端の動きになるんで、そうじゃなくて、体の中心から動く。そのためには、骨盤しっかり、スッ。で、巻きつける骨盤、足を巻きつける、トン。いい骨盤、巻きつける、トン。いい骨盤、巻きつける、トン。こんな感じですね。そうすると頭は微動だにせず、ずーっとこう動いていくことになりますからね。これをねじりのパートですごく気をつけてくださいね。次は体重移動のパートですね。ねじりが終わると体重移動。体重移動はね、本当にこれもね、骨盤すごく大事ですね。足を出すときに、ふーっとこう足と一緒に体がふーっと導かれないように、まずしっかり骨盤キープして、はい、足をスッと出したら、そこに骨盤を運んでいく。そこにぎゅーっと骨盤を運んでいく、立てた状態です。ね。これを大事に。この土台があって初めて上半身が生きてきますからね。なので、こうねじりがちょん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 終わったら、真ん中に集めてきたら、はい、この骨盤しっかりキープしながら、いい足が出ながら、そして出たら、はい、骨盤を前に運んでいく。その時に肘をずーっと上げていきます。ぎゅーっと。はい。このブラスを引き先のエネルギーを使ってくださいね。へそから肘までゴムがついてると思って。ぎゅーっと。で、今度戻ってきます。戻ってくる時も、同じ高さで戻ってくる。はい。で、戻ってくるときには、上げた手を外側に下ろしながら、そして前足を横に回しながら、これストレッチです。軸に対して、はい、ももを開いて、つま先を横向きにしながら、
このストレッチを感じて、そしたら巻きつけていきます。はい、巻きつけて、手は、降りてきた手は体の前で、で、ここでまたねじりを作っていきます。ここから、シューッ、で、ねじっていく。はい、これも後ろ足にしっかり体重を乗せきるところまで、こう前に行きました。前にぐ行きました。行ったら、はい、同じ高さで戻ってくる、はい、ストレッチでぐー、軸足の裏に置いて、はい、骨盤立てたまま、軸足の上までしっかり 100% 乗るぐらいのところまで体重移動します。その時に体しっかりねじっておいてください。ね、ねじっておく。はい。で、このねじっておいたポジションからねじり返しに入ります。これもだから骨盤、ねじりは骨盤ですね。骨盤に返して、ドゥン。そうすると、もうすでに後ろ足に体重がいる、軸はここにある、軸がぶれることなく、ドゥン。いけますからね。はい。これね、大丈夫ですか？前に行く、ストレッチを感じながら、降りてきた手は体の前でねじりのポジションを作って、後ろ足に体重、ねじり返し。はい、ねじり返しを置いたら、この出した足を後ろに置いて、はい、ブエルタ。このブエルタも、この高さで回ってくださいね。シューッとこう回りながら伸びたりしないように、トン、置いたら、ひっくり返ります。で、ブエルタの時注意するのは、もうヘッドアクション。正面を見ている、腰が回る正面。この、顔の回転。ね、これ、もう、ブエルタにはすごく大事なアクションなんで、これはしっかり使ってください。OK? ここから、次のマルカヘのパートに入っていきますね。はい。以上が体重移動のパート。じゃあ次はね、マルカヘ3つ。マルカヘの、注意ポイント、行きましょう。まずこれもね、本当にやっぱり土台があって、しっかり、土台をしっかりまず作ること。ね。フォルムではなくて、まず土台をしっかり作ること。土台はもう骨盤で作っていきます。それから、引き先のエネルギーをしっかり使う。そして、息を使う。ね。マルカールはちゃんと息を、見せるパートナーと思ってくださいね。例えば上がっていくとき、息をしっかり吸いながら。で、二の腕をぐーっとこう上に引っ張っていくときに腰が持っていかれないようにしっかり土台はぐーっとこう引き先のエネルギーを感じながら斜めに出していく。でその時に降りてくる手残ってる手、これも引き先のエネルギーを感じる。そして残ってる手とお腹と出してる足、これも対角線でぎゅーっとこの引っ張りを感じながらね、ぎゅーっと引っ張りを感じながらで、戻ってくる、息を見せる、しっかり大きく吸って、いい斜めに、ふーっと出してくる。はい、マルカヘね。はい。で、この、大事なのは、カレーラ使うときに、寝かせないってことですね。立てたままぐーっと送っていくイメージ。結果的には、わずかに傾くんですけど、ここからね、ぎゅーっとこう、ひょいっつるんと。氷の上ですってんころりんの状態にならないよね。うーっと床にザクッと刺して立てたままズリ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 と送っていくイメージ。パワーをぐーっと床の下から出してる足の裏にぐーっと送っていくイメージ。はい、まず腰のフィーリングは腰っていうか骨盤のフィーリングはそういう感じね。でもう一つ大事なことは、まあマルカヘは結構なんて言うんだろう、パーソナリティが出るパートなんだけど、気をつけてほしいのは、まずね、軸を取られない、マルカールをちょっと習得してもらいたい。ここから、軸っていうのはこの今残ってる足、こっち側ですよね。ここで、カデーラを使うときに、ふーっと体が泳がないように。なので、カデーラを使っても、この肩のパートは、肩っていうか、こう、首の根元はちゃんと軸足の上に置いたまま。そして、また戻ってくる。で、体重移動する。はい、軸がトントントン、スリーポイントできました。はい、そして、ザク、床にずっと突き刺す。ぎゅー、カデラ送っていく。だけど、このパートは、外れないように。こう、外れていかないように。軸を意識して、しっかり。はい。これをね、マルカルの時に注意してくださいね。で、次は、2種類目のマルカルは、両手のマルカル。もう、とにかくこれはね、
しっかりもう肩上がっていいので、もう二の腕グワーッ突き上げてください。早いタイミングでうーっと上げて、下ろす方でふーっとゆっくりとそのテンポに間に合うようにね、下ろす方でしっかり息を見せてくださいね。はい、早めにふわっと上げといて、いい、下ろすときに。で、この下ろすときの注意ポイントは、肘を張り気味にしてね、手首の方から、肘を張り気味にして手首の方から。で、これもいろんなスタイルがあるんだけど、今やってるのはこの腰斜め前に、つま先斜め前に出した、その腰側に手を下ろしてみてください。ふーっとね、こんな感じ。もちろんこっちでもあるし、いろいろ、いろいろあるんだけど、今ね、僕がやってるのもこっちです。ふーっとで、このこういう丸カールをするときに、なんかね、腕だけなんかこういう、なんかこうローこいでるような、こんな状態、なんかふぬけの状態になってほしくないなと思っていて、で、じゃあそれを、改善するためにはどうするかというと、息を吸って肘張り気味にして、ふっ、この なんとなく大きな輪っかの中に、輪っかの下側に自分の腰骨をふーっと乗っけていくイメージになると、いい、ふー、ちょっと素敵な瞬間になるね。これね、キューキューと、なんか流れていくような感じじゃない丸から、ちょっとトライしてみてくださいね。なので肘を張り気味にして、手首の方から下ろして、ふー、息を吐いていく。はい、これも軸を気にしてね、彼らを使っても肩がふーっと逃げていかないところ、いかないところで、引き先のエネルギーでスーッと上がるときには、しっかり下半身ぐわー踏ん張って、エネルギーをぐーっとね、引き裂くエネルギーを使えば使うほど、体の中からエネルギー満ち溢れてくる。3つ目のマルカールは、外からいったら今度中に下ろしてくる。はい、ぐーっと、これも同じです。いえー、もう引き裂きのエネルギーを使う。いい、ふーっと。こういう時は対角線を感じてあげる。残ってる二の腕、下腹、そして出してる足の、こう、太もも、裏側。いえー、そしてつま先。いえー、対角線を感じると、とっても大きな、ふーね、とっても大きな丸カールになります。まず大きくしっかり、ぶれない、ぶっとい、そこを目指して練習してくださいね。で、最後、まとめの動き。これはね、キレッキレの腰を、使っていきますよ。これどっちでもいいんですけど、こう出た。で、最後の丸カールの、丸カール瞬間終わったら、はい、持ち上げて、はい、足の裏を斜め後ろに蹴り出すように、ふんと。蹴り出すように、トン。はい、これね。なんだ、お尻をこう持ってかれないように注意してね。骨盤は立てたまま、いい、シュッ。で、体重はシュッ、多少後ろに流れていいです。前7割、後ろ3割ぐらいの感じですね。持ち上げて足の裏をスッと蹴り出す。で、蹴り出した時の注意ポイントは、後ろのこの伸ばした足のつま先が外を向いていること。これ意外と多いのが、中向く人ね、こう中を向くということは、同じ方向を向かないでください。軸足の方と出している方向、同じ方向じゃなくて逆向きに、わずかでいいです。すごく開く必要はないんですけど、わずかでいいので、必ず逆向きに足の裏を蹴り出す、逆向きにスッと置く。はい、置いたら、はい、ここからキレキレの腰を使います。骨盤は立てた状態で、絶対引けないように立てた状態で、この骨盤で後ろの足のつま先の向きを変えます。変えた時も、この前足、後ろ足、この一直線の方向に対して外側につま先が向かうように。はい、これ裏からいけるかな。裏からいったら、シュッ、つま先外側、そしてこの骨盤でつま先の向きをポン変えますね。骨盤でつま先の向きを変える。はい、で、これ体重前足側にちょっと移動しています。移動しているので、最後は同じ高さでつま先の向きを正面に揃えるね。正面に揃えたら、うーっと気持ちよくストレッチ、
で、かかとを上げてもいいです。もう気持ちよく自分の体の前側を伸ばしてください。で、その時にもしかかとを上げる場合は、かかととかかとをぎゅーっと寄せながら、ぎゅーっと寄せながら、最後はリラックス。もう最後はもう下手くても全然大丈夫。ね。だからストレッチするときにかかとをぎゅーっと寄せながら、なぜかかとを寄せるか。これね、ぎゅーっと寄せると、全部体の中心にエネルギーが集まってきますから。ぎゅーっと、それをしっかり感じてください。ね。外側が、優雅に美しく、強く、ぶっとく、柔らかく、動くためには、やっぱ体の中から使う。ね。その中にエネルギーを集めてくる意識、はい、かかとを寄せて、ぎゅーっと、下腹締めて、ぎゅーっと、あとはストレッチ、気持ちよく伸ばしていく。はい。そんなことを、思いながらやってみてくださいね。はい。以上、長々と説明してきましたが、じゃあ、それらを踏まえて、じゃあ、もう一回皆さんと一緒にやっていきましょう。はい、じゃあ、いきまーす。はい、セットしまーす。ねじって、ねじり4つ。イン、ユン、ドス。トレス、ウン、ドス。トレス、ウン、ドス。トレス、ウン、ドス。前に、ユン、dos, tres y un, dos y tres, un, dos, tres y un, dos, tres, un, dos, tres y un, dos, tres y un, dos, tres, un, dos, tres, un, dos, tres y un, dos, tres,今度はじゃあ反対バージョン、反対側からいきます。はい、構えを反対の足を前にして構えます。ねじっておきます。せーの、ユンドス、プレスウンドス、プレスウンドス、プレスウンドス、プレスユンドス、プレスウンドス、プレスウンドス、tres, un, dos, tres, un, dos, tres, un, dos, tres, y un, dos, tres,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 